Hi guys, this is Yoshi。We would like to explain some uh, technique uh, to help our friends in Japan. So, えと今日本、えー、日本からカナダに滞在している途中で、えー、とブラッドがあ日本人向けのトレーニングを紹介してくれることになりました。How can we defend without we can defend getting tense? So, えと今回、ブラッドが紹介してくれるのは、アタッカーが強い、えー、力やテンションで、

例えば、まあ、エリックが手を上げてパンチしようとしたときに自分をこう後,ろ下げて後ろに下げてこれはどう,どういう反応かというと、まあ、コンタクトを恐れているという反応です例えば、これを武道,武道の間で話すとき、ね、例えば、手を上げたときに 例えば手でこういうふうに押さえることもできます。例えば、まああの、ファイトをこう止めるために手を出してしまうんですけど、それ以上の、えー、恐怖心から出た動きではないということです。例えば何かパンチや、えー、動きを見せたときに。

パンチではなく顔をこう押すという練習をするのが大事です。そこで自分自身をあのどういうふうにチェックすればいいかということを練習できるわけです。そう、つまり、背中が非常にフレックスブ r ド・レラックス。 えと頭や首のほうは、えー、と緊張なしにこうリラックスして動くことが大事です。This, これを通して体全身をチェックすることもできます。例えば、頭の後ろから押すということですね。例えば、押したときに。例えば、体に緊張が現れたときには、これはもうすでに。So 手首が、ね、押されたときに、もしリラックスして反応することができれば、例えば、すごく動きがフレンドリーな形でこう見えてますけど、これはすごくいいような反応、いい反応だということです。それを体全身でチェックします。例えば、腕だけでチェックできます。例えば、 腕をしっかり上げることができなかったり、いい反応ができなかったり、うん、もうそれでじゅあの準備ができてないということになります。今言ったように、これを体全身で行うこともできます。それでまずは距離をとって、顔へのストライクでチェックすることもできます。最初はゆっくりやります。 <Then> faster. で,で、徐々にスピードを上げます。Faster faster. で、さらにスピードを上げていきます。People, him, ただ、これでよく落ち入れが違うミスは、えーと、プッシュの代わりにあのもう最初からストライクをしてしまうということです。So like、that, 最初はゆっくりこういうふうに押してですね。Himself, right? で、打たれた方はリラックスをします。<next> 次のエクササイズは、 手を顔の横に置きますで。自分の目がどういうふうにこうリラックスしているのかというのを、えー、とコンタクトがある中でチェックします。<I> start, example, 例えば、まああの、ストライクします。 It means when the punch comes, it 例えば自分が襲えている場合は目,目が閉じてしまうということですね。To hands, like、that, 例えば手をタッチしたときにですね。それで目がつぶってしまうとか目を閉じてしまう。そういったことが、えー、分かると思います。それはあの緊張によるものです。Example, uh, 例えば目を閉じてですね。目を開けて。 And I start to hit. 目を開けたときにストライクを打つと。Mm hmm. それでその小さな、えー、目を開けた後のリアクションを取るのが大事。<Open. S 1> このようにですね。<Close. S 1> 目を閉じて。それで体全身に対してこう働,く働きかけることができる。<your> 目を開けて。<Open. S 1> 閉じて上げてストライクです。でそれで今,今では例えば呼吸や、えーまあ、リアクションとかそういったものを見せないですけど、自由にその時自分がどういうふうに反応するかというのを、えー、チェックするのが大事です。その後、えー、徐々にレベルを上げていって、今度はストライクに切り替えていきます。Again, we do the short 例えば、1つずつこうチェックすることでど、どういうふうに、えー、恐怖感から、えー、解放されるかというのをちょっと練習していきます。So、最初はまあ軽くヒットしていく。So、ストライクする方は、この拳自体はリラックスしていないといけないです。

ストライクした時にどうするか、それでストライクしようと思ったときには、もうそのときの状況、体の、えー、状況は変わってしまっているわけです。例えばこういう緊張が、それを受けての緊張をも引き出してしまうということですね。でそういう面では、えー、受けてにどういうふうにこうリアクションしていいかっていうのがわからないわけです。 最初はまあ短くストライク、パンチをシンします。短い距離ですね。受けているその体ではなく、例えば足、全身がどういうふうにリアクションするか、反応するかというのをチェックしないといけないです。ですので、足は完全にこうリラックスしていないといけないです。踏ん張ったりせず。それでもう少しこの距離を空けてやります。 最初はゆっくり。それを徐々に <and S 2> <faster. S 1> スピードを上げていきます。例えば間違った、えー、動き、リアクションを出したときに。e a r It calls を取り除くと o n d fear.、Uh huh. えっと、最初に、えっと、間違った動きから出た緊張が、ストライクによって二次的な緊張でさらにその恐怖感、痛みというのは、えーま、増していくわけです。ただこの距離、of <the> head. これはれと体から出た恐怖の緊張ですね。で、今回はこのストライクから得た、えー、二次的な緊張、これが、えー、ストライクの。 え痛みをさらに増長させるわけです。でそれで、まあ、歩,歩きます。No, no. Just, just この場で歩,歩きます again,。もう一度こう押し始めます。いろんな体のさまざまなパーツを押し始めます。Again, shorter, でその後、まあ距離が近い中でのでストライク。でその後

ただあのコンタクトに慣れてない、コンタクトから、えー、恐怖感が得るという時きは、まずはパートナーにある程度コンタクトをさせて、体を慣れさせるっていうのが大事です。受け手は何が必要かというと、<Yeah. S 2> 押されるとき、どういう反応を相手が出してくるか、それをその準備、プロセス、全部こう見ておかなきゃいけないです。 これがあの徐々にこうできてくると、体自身が、えー、と適切な防御、えーま、あの学び方を、えー、やってくれます。Is, 例えば、まああのまあ、シチュエーションによっては、相手が自分よりも早く動けたり、 強かったりすることはあります。そうするとまああの怪我っていうことももちろんあの発生しますし、older older. まあ、当然私たちは歳を重ねますし、you. You 例えばまああの誰かがまああの自分を抱えてあの戦うことをさ避けさせることも起きます。 ですので、最初はコンタクトを相手にさせるってことを始めてください。ですので、例えば5人や6人でトレーニングをしているときには、その5人、6人で体を押し合う、顔を押し合う、そういったワークでコンタクトにならすってことが大事になってきます。 でもそのワークを行う,ことと行うことで自分の心理的な状況をどういうふうに感じているかそういったことを見つめ直すってことがすごく大事になってきます。よくあるパターンは、まあ、第一に恐怖感イライラ感とかそういうものですね。<laughs> でも、例えば、あの、自分自身や相手が、なん、なんでそんなにうまくないのだろうか。まあ、そういったことに、まあ、あの、質問し出すわけです。疑問を持ちて始めるわけです。I hope you like t s あの。このワークが気にも、気に入ってもらえたら嬉しいです。ありがとう、それなら。ありがとう。and I hope to see you in november。で、1一月、日本で、皆さんに言われることを、楽しみにしています。and we try to make several lessons like that, if you have any questions。 もし何か質問があったら、まあ、私、えー、倉岡の方に質問ください。今回のこの、えー、ビデオを通して、システムがどれだけ素晴らしいものかっていうのを皆さん、日本にいる皆さんにお伝えしたいと思います。バイバイ。